来年さ、来年ちょっともう引っ越そうかなって思ってて、なんでかっていうとさ、これガチなんだけど、これね、あの2階にあの寝床があって、でね夜中の2時になんかピンポンってしばしば鳴るんだよ、最近夜中の2時頃に。で、俺1回目はね、あの聞き間違いかなって思って、で、まあいいやって思ったんだけど、でそれで数日経った時にビンポーンってなって、でそれで男の、俺あの階段下ったら外から男の笑い声が聞こえて、でそれで警察呼んで、でまあ警察呼ぶ前に一回カメラつけてはいないなっつって、で周りぐらっと見て、うん、俺行ったらマジでぶん殴ってやんべえと思って、ほんと夜中にさ、ピンポンダッシュするさ、まあ、高校生か分かんないけどさ、わかんない、負ける可能性あるけど、俺もうマジでイライラして、てめえマジぶっ飛ばしよっかなと思って。うん、そう。で、まあでも町だってね、ちょっと、正直ね、まあ、ちょっとね、おかしいやつ結構いるのよ。じゃ視聴者とかじゃないと思う。わかんねえ。視聴者だったらマジで、あの、ぶっ潰す。ほんと、そんな、あの、ちゃんとした、嫌がらせだったら。ただピンポンダッシュとかめちゃめちゃ多いんだって。うん。警察呼んで、で、いろいろ今、うちの周りとか割とパトロールしてもらってんだけど、夜。2回あったから。1週間の中で。故障じゃないの。故障？ 2 時に？故障でインターホン鳴るって俺聞いたことねえんだけど、そんな。お前か？なあ、いや嘘だよ、嘘だよ、ごめんね、ごめん、パチンコ配信の時につけられてるぞ。そうなのかな、そうなのかな。いやちょっと考えたんだよなそれ。いやでもそれはないな、それはマジでない、うん、マジでない。防犯カメラないんすよ。あのさ、俺がさ、城ヶ島でさ、外配信した時覚えてる？その時の YouTuber 御用達1000円自販機で当たった、あの、ハリボテの監視カメラつけてるけど。人が通ったらチカ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 って。でもマジでね、ちょっと、まあ、でも、やっぱりなんかね、いるらしい。どうすか、こういうのって、あります？って言ったら、よくあるらしい。なんか今。なんか酒飲んだ酔っ払いが、そう。だからそういう意味で戸建てってあの回線速度めちゃめちゃいいけど、回線速度今もめちゃめちゃ調子いいもん、もうすんごくいいのよ、もう調子がいいんだけど、やっぱりあのマンションとかなんかちょっとね、なんかこう入ってこれないスペースの方が安心だよね、やっぱりね。